はい、ということですね、今回はですね、予告リミットレギュレーションの適用について、まあ発表されたみたいなので、ちょっと今回ねこちらについて話していきたいと思うんですけども、ちょっと読んでいきましょうか。リミットレギュレーションの適用予定日が5月の9日ということで、ゴールデンウィークを過ぎたあたりにまあ適用されるのかな。でリミットレギュレーションの適用内容、ランク戦で利用されているデッキの傾向と戦績を集計し、勝率採用率が特殊として高いカードデッキの一部をその影響度合いに応じた強さで、規制いたしますと、現状の環境下において対策が困難な状況を作り出すデッキや早期決着によるデッキの、デュエルの駆け引きの要素を著しく損なわれるデッキ内容などが、増加する状況を緩和是正する目的で規制するカードを含んでいると。まあついにですねこのマスターデュエルの運営、まあ2日前ぐらいに、まあ YouTube の動画でも上げたんですけど、もう毎週言ってるからね、結構それをまあ、重く認めたのか、まあ、やっとね、この禁止制限の改定が出たということで、まあ、非常にこう、楽しみなね、ことなんですが、読んでいきましょうか。また今回は、初回のリミットレギュレーション改定、そうだね、今回初めての、リミットレギュレーションの改定やると。今後、遊戯王マスターデュエルでは、新たなカードが追加されていることも考慮し、規制の度合いは調整を行っている。まあ、6月にね、6月の前半あたりに新パックが出ると予想されているので、まあ、それにまあ、ちなんだね、制限書いてやなと思うんですが、さ、制限となるカード、サイバーエンジェル弁天サイバーエンジェル弁天か。あのね、これで、ね、まあドライトンがまあかなり規制を受けたということで、よくね、自分もランクマッチで、まあ、ガチでやってる時、ドライトンをよく使うんですよ。ドライトロンがですね、まあ、このサイバーエンジェル弁天がま、核になるもんなんですよね。で、あんまりこうドライトロンを使わない人ってよくわからないと思うんですけど、この弁天があることによって、そのリソースが切れないよ。で、特にそのバーンアルファから持ってくると、バーンアルファだけでドライトロの弁天をね、サーチして、で、その弁天さえ持ってくれば、ドライトロって止まらないよね。だからアルティメットディクレアラまで一気にこう展開できるんですけど、これ弁天が1枚になるだけで、相当ドライトロきつくなると思うんですよね。まあ確かにイーバとか、まあその、まあその現行犯の、アルティメットディクレアラとか、その辺がまあかなり強いカードではあるんですけど、まあドライトロンでな、やっぱ一番その、理想その確保の面でやっぱきつい、その弁天が規制を受けるっていうのは、これ環境的にね、やっぱ今ダントツトップのまあ一番強い構築なんよ、間違いなく。誰がどう言おうともその一番強い構築だと思うんで、このね弁天がね制限カードになるっていうのはちょっとあのね、あれなんですよ、自分ねドライトロンにまあ3万ぐらい課金したんですよね。これほんまに裏話ですよ。まあ、最初自分、遊戯王マスターデュエルやった時、その、エルドリッチで遊んでたから、ドライトの構築作るために課金したんよね。だからその他のその SR のイーバとか、いっぱい作ったよ、めちゃくちゃ。で、それが規制受けて使えなくなるってなると、考えただけでもう、精神病院にね、行かないといけなくなっちゃうでしょっていう話になるわけですよね。もう一枚。今回制限カードというか禁止カードがね、発表なかったんよ。黄金鏡のコンケ、黄金鏡のコンケスタドールがまあ制限ということで、これちょっとハテナ状態やね。まあ、正直、何回も言うけど、エルドリッチって、エルドリッチが強いんじゃなくて、スキルドレインとか、王宮の直面、それからまあ、バニティスペースとか、まあ、ああいう、なんやろな、その、エルドリッチを取り巻くトラップカードがね、かなり強いから、それをまあ、そういうなんか舞台の劇場があるから、エルドリッチというそのヒーローっていうかね、演者がまあ強いだけで、その演者自体が強いわけじゃないよね。うん。だから有能なその性能を持ってるけど、エルドリッチ自体が強いんじゃなくて、その取り巻きのね、なんやろ、その取り巻きが強いよね。だそれが影響受けてない。で、コンキスタドールこれマジでハテナなんだけど、コンキスタドールは確かに強いけど、別に制限カードになるほど強くないやろ。
いや別にね、正直もう、ぶっちゃけた話言うと、エルドリッチって、今のその、まあ、シーズン4かな、環境の中で、エルドリッチってめちゃくちゃ今少ないよね、母数として。で、結構その無課金の方とかも、まあそのジェムにまあ余裕ができてきて、違うデッキ作ってきてるんよ。で、エルドリッチで別に流行ってるわけじゃないよ。いや、コンキスタドールはちょっと謎やな。正直エルドリッチでコンキスタドールをナーフしたぐらいで何も変わらんと思うわ。エルドリッチって今、コンキスタドール別に2枚採用とかあるんやったら、1枚採用でも別に良くて、別にコンキスタドールをナーフするんやったら別の永続トラップというかね。別のトラップカードね、強いカード入れればいいわけですよ。なので、全く関係ないね。正直エルドリッチがこれでまあ弱体するか、弱体化することは 100% ない。まあ、立ち位置はほぼ変わらないのかなっていうのが私の、まあ、感情とかね、まあ、感覚というか、思いなんですが、全く多分影響受けないですね。コンキスタドル制限にしても何も変わらんだろうっていうね。ただま、ちょっとね、ドライトロンが、制限カードになったのはちょっともうね、悲しみに溢れてしまいましたね。まあ、ね、制限回答しろしろって言っただけで、でも実際そういう制限回答を受けるとね、やっぱ愛用していた力が使えなくなるんじゃないかっていう、このね、絶望感が非常にこう、ちょっとね、あれなんですけども、まあまあでも、他のデッキがまた流行れてね、まあ環境がまあ、潤滑にこう回っていくのがまあ面白いので、まあ別にこれはまあね、まあいいことだと思うんですけども、さ、純正DD ダイナマイトがね、規制、純制限か。これマジでとばっちりやんね。まあ、DD ダイナマイトに関しては、まあ、某、中華サイトの、まあ、BOT、ボットがまあ、使っていた構築で、まあ、この DD ダイナマイト、DD ダイナマイトを、まあ、2枚かな、打つことによって、4500ダメージ、プラス4500ダメージで9000ダメージを与えるっていう効果を持って、待ってて、でも、純制限ってことは、まあ、サーチして引けばワンチャン DD ダイナマイト、なんかその、キルみたいなの見えるかもしれないけど、まあ、どうせならもう、なんか制限のが良かったかなっていう感じはするけども、正直 DD ダイナマイトももちろんそのまあボットが増えたから規制受けただけなので、これ今後のことにも言えることなんですけど、ボットが増えたら全部規制にするのかって感じなんですよ。結局その DD ダイナマイトのデッキをまあ規制をかけたところで、まあ最近だとそのまあちょっと古い情報になるんですけども、デビルフランケンを採用するまあ OTK の構築がまあ中華サイトの構築で流行っていて、まあ動画でも取り上げたんですけども、そういう形で他の構築がまあ、また使われた時に、これ例えばなんか UR カードでめちゃくちゃこう優秀なカードがまあ、使われるなんかそのテーマのボットが使うってなって、それ UR カードをね、制限カードにするのかっていう話になってくるけど、結構難しい問題やんね、これ。で、あと、セッカの光やで、このね、セッカの光、もう、このカードはマジで頭がおかしくてね、まあ、俺は、個人的には純制限になって、何正解だと思います。で、なんで制限になって純正義正解かというと、このカード、強欲なツボと一緒なんですよ。強欲なツボより強いから。確かマジックトラップカードみたいなのがその墓地になかったら2枚ドローしながら、で、さらにね、自分の墓地のカードを、石化の光を除外すると、ドローしながらね、さらに1枚墓地にデッキ戻すみたいな効果で、実質まあ2枚ドローしながらね、1ドロープラスの入れ替え候補持ってるということで、こんなインチキカードをね、お前毎回売ってくるから。で、確かこういうのって、確か、アダマシアの構築にが入ってるんですけど、まあ、小賢しかったね。てかね、もうこういうなんか、アダマシアとかいうさ、ジンマシンみたいな、こうなんか変な、もう小賢しい、ケムクザらしいさ、カードは小賢しいね。アダマシアマジで小賢しいからね。まあ、せっかの光はまあ、妥当なのかなっていう感じがしますね。で、それからフュージョンデスティニー。フュージョンデスティニーはね、まあ、今のところその環境ではまあ、そんなにまあ、流行っているカードではないというか、そんなに見ないカードではあるんですよ。フュージョンデスティニーはね。なんやけど、今後ね、なんかデストロイフェニックスガイっていうのがまあ、遊戯王に登場するみたいで、まあ、さっきも書いていた通り、この新たなカードを追加していくことの、おお、地震。おいおい、やばい、地震。もう、小賢しいことするなよ、小賢しいこと。なんで録画中に地震が来るんだよ。で、フュージョンデスティニーは、今のその環境で別に流行ってるわけではないんやけど、まあ、新たな追加のカードによって、多分デストロイフェニックスガイが出るから、多分このね、フュージョンデスティニーが、まあ、純制限になると思うんですけども、これもね、多分、運営としてはやっぱりその売り上げを考えたいから、デストロイフェニックスガイをね、そのまま
なんか実装してくる可能性があって、ちょっと怖いところであるよね。だからこれまあ、なんかその、純正限でこれがまあ出たことによって、まあデストロイフェニックスがまあ出ることが確定したみたいな、そういうまあ、あのことをニュアンスがね、確定してるみたいな、そんな感じありますよね。それから、現役士団、現役士団ティアスケールということで、まあ正直ね、現役士団も確かに強いテーマなんよ。で、その、まあ現役士団も強いんやけど、結局そのロングミアンドとかいうさ、クソゲーをまあ、対等するようなね、あのカードが、まあ強いっていうのがあって、まあ確かにな、でも現役士団のティアスケールも小賢しいよね、本当に。てかまあティアスケールだけじゃなく、全部現役小賢しい、正直。トラップカードのなんかそのね、魔剣、幻影ブレードなんかそういうやつとか、もう幻影って聞いただけで、もう頭がね、ハッピーセット、ドナルドハンバーガーの焼きトウモロコシのコンマだけのね、天空の城ラピュタのムスカに似てるねってよく言われるんですけど、はい。まあ、とりあえず、ティアスケールに関してはあんまりね、あんまり現役したん自分触らないから、言うことはないやけど、でも対戦相手にした時にやっぱ小賢しい。あいつ、墓地を肥やしながら、ね、なんかこう動いてくるから、しかもなんかその無限にこう湧いてくるじゃないですか。なんか墓地からね、除外されると、もうとにかく現役士団はね、本当にもう、よく対戦相手に当たるんですけど、小賢しい。うん、もうこれ本当にね、もう見たくもないカードなんですよ。もうなんか出てきたら、またこの辺なんか、インチキ兵士ナイトみたいなの出てきて、小賢しい甲冑被るなと。お前は熊のプーさんの着ぐるみでも被っとけよっていうね、名言を残しておきたいね。はい。まあ、つまり速攻で思いついたんだ、ダジャレ的な感じなんですが、はい。次はですね、鉄獣先生、トライブリゲードフライクトール。なんかあれやな、今のそのティア1に入ってるカードたちが、軒並み全部、こう、規制を受けてるって感じだね。ドライトの含めね。まあ、フラクトールもな、でもな、正直、まあでも、鉄獣もね、そんな使わないから、まあ、正確なことは言えないんですけど、まあ確かにフラクトールはその墓地を肥やすっていうことで、これ結構鉄獣痛いんじゃないですかね、墓地を肥やして、なんかそのキットとかナーベルを墓地に送って、で、墓地効果をまた使って、やるっていう、その初動の動きがめちゃくちゃフラクトールって強いんですよ。だからそのフラクトールが規制されることによって、初動の動きがこう、安定しなくなるから、これね、ちょっとね、答え今、知ってるんですけど、これレスキューキャットっていうカードあるんよ。これレスキューキャットの UR を作るされるためのなんか布石みたいな感じなんね。で、今までそのトライブリゲードの構築って、純トライブリゲードの構築って、そのレスキューキャットを採用しないっていうのが多かったんですよね。なぜなら、そのレスキューキャットはマスターパックのカードで確かね、マスターカードのパックで、で、UR をね、それに3枚割くのが厳しいっていうのが結構 YouTube のコメントなんとか SNS でめちゃくちゃ多かったんよ。で、そういうこともあって、レスキューキャットをね、トライブリゲード鉄獣先生を作ってる人は作らないといけない時代が来たのかなっていう、まあ個人的なそういうまあ印象を受けた。まあこれも先ほどのまあ言葉に通じるものがあるんですけども、まあ運営が売り上げを求めたっていう感じはしますよね。表向きはフラクトールをナーフしてトライブリゲードの強さをね、下げるっていう目的が見えてるんやけども、裏のそのね、本質は売り上げを上げるためにレスキューキャットを販売する手段を被った。私はそういう風に睨んでいるんですけどね。まあ、これは多分ね、鋭い人しかわからないと思うんですけどね、はい。で、電脳介護ラオラオかな。ラオラオは確か、墓地、この前、前の電脳界使ったんですけど、自分も。確かリクルートの効果を持っていて、墓地から電脳界モンスターを特殊召喚して横並びをしてくるカードなんだけど、まあ、電脳界、まあ、いやでもラオラが純制限か、まあ、ラオラを純制限、これ難しいとこではあるんですけど、まあ、3枚から2枚やからね。まあ、ラオラもね、まあ結構強いんやけど、まあ、ルールがまあ、ナーフされるようなら、電脳界でやっぱ一番その、まあ一番欲しいカードっていうか、一番その有用なカードって、電脳開演ルールっていうカードやったから、まあ、ルールがまあ、ナーフ受けないんやったら、ラオラも痛い。正直、電脳界、ルールが一番まあ強くて、で、2番目がラオラをって言われてるよ。で、その次に確かジージーとかその辺やと思うんですけど、まあ、ここは運営のなんか優しさが出たみたいな感じじゃない。いや、正直、電脳開演ルールを規制してしまうと、電脳界作る人いなくなっちゃうと思うんですよね。
で、これも先ほどの話と一緒で、まあ、運営がまあ売り上げを重視するということをまあ考えるならば、ルールナーフしてしまうと電脳界自体が流行らなくなってしまって、作る人がね、これから作る人がいなくなっちゃうから、多分それを踏まえた、まあ、ラオラオがね、とばっちりを食らったというまあ印象があるよね。次、LL コバルトスタロー。これはちょっと、あのね、LL のカードはね、ちょっとね、なんか種類がいっぱいあるじゃないですか。で、スパローがね、どんな効果を持っていたかちょっとわからないですけど、まあ、とりあえず LL 系のカードは全部小技かし。だからその、なんかその特殊召喚いっぱいしてくるんですけど、まあ、小型のま、LL、リクルート持ってるやつから、なんか LL にも結構そのいろんな種類があるんですけど、まあ、サーチとか、手札が特殊召喚とか、いろいろあるんですけども、まあ、総じてやってることは全部小技かし。ああまあ、LL、でも LL 鉄獣な、強いんやけども、まあ今、結構ね、やっぱそのデスピアが多いというかね、まあ新環境、まあデスピア多いということで、まあ今後そのマスターデュエルも大会とかが実装されると、まあ結構いろんな、本当に強い構築だけがね、使われてくると思うんですけども、ただ LL コバルトスパローに関してはちょっと今回ね、話すことがないかな。ちょっとね、スパローは、ジャックスパローしかちょっと思いつかないです。はい。ハイレーツオブカルディ。パイレーツ・オブ・カルビやったっけ？ちょっと名前がよく思い出せないですけど、ディズニーランドが提供してる映画なんですけど、はい、次、プランキッズ・ロック。プランキッズがナーフか。なんかね、正直プランキッズは、その、純プランキッズが流行ってるというより、アダマシアが流行ってるよね。で、まあ、最後のこの、魔球の分析さ、これも多分アダマシアのカードで、まあ、今回結構アダマシアがね、セッカの光、スパロ、ロック、分析者、このアダマシアが結構ね、修正や、もうこれはね、ありがたい。俺ね、アダマシアあんま好きじゃないよ。なあ、もう小賢し、カードを5枚めくってやっていくっていうか、その相手のターンもソリティアが長すぎる。ドライトロンとかやったら、まあ、待てるんですけど、ワンチャンね、なんかアルティメットデクリアまでのその起動って、まあ大体ルートが決まってるから、もうみんなパン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 って作業みたいにやっていくんですよ。アルティメットデクリアまでの起動っていうのはね。あと、まあ、トライベルゲートのその、まあ自分の作りたい盤面も、ある程度早く組むことはできるわけですよ。で、現役者も同じですね。だけど、このアダマシアに関しては、もうなんかその、やり方がいっぱいあるんか知らんけど、5枚めくるのが遅すぎて、リタイアするんよ、俺、ほんまに。おもんなすぎて。アダマシア先行取ってて、アダマシアもな、コイントス切断やってると思うんですけど、俺、アダマシアの高校見たことないんですけどね。まあ、アダマシアに関しては、ちょっとね、まあ、今回の修正で、まあ、その5枚めくりの、なんかそのスピードを上げてほしかったなっていう感じがするよね。ソリティアの時間がね、一番長いよ。だから、俺あんまり好きじゃないプランなんですけど、まあ、プランキッズとアダマシア、これよく流行っていた、まあ、その複合構築としても流行っていたところであるよね。まあ、プランキッズもな、正直そんななんかその、イラスト的にあんまりこう、好きな人が多いじゃないからっていうのもあって、なんかあんま使ってる人ない、いらんよね。だから、自分のなんかその、個人的な、まあ、思いとしては、ガチ勢の方が使ってるなっていう感じはするんよね。なんか強い人が使ってる。まあ、ほんとプランキッズって、小賢しいよね。なんかそのサンダーボルトみたいな能力を持ってるカードが、融合召喚で出せたり、まあ、それがなんか相手のターンに出せたりするんよね。だからま、非常にま、小賢しい能力を持っている、まあ、プランで、まあ、そこになんかさ、アダマシアがね、複合されても小賢しいんですけども、ということで、あと最後か、枚数制限が解除されるカード、レッドエイズダークネスメタルドラゴン、レタメアな。まあ、レタメアは正直な、あんまり流行ってなかったので、まあ、ここでま、制限が、ま、解除されるっていうのは、なんかレッドエイズの構築を作る人がま、今後出てきそうな感じはするよねって感じやけど、まあ、レタメアに関してもな、そこまで語ることはないので、まあ、現状そのランクマッチで、まあ、今結構自分、マスターデュエルやってるんですけど、体感的にもな、2回か3回ぐらいしか多分レダメの構築ってあってなくて、まあそこまでは流行ってないよね。だから今後まあレダメの構築、まあ個人的には予想やけど、多分 YouTuber の方が、まあレダメの構築あげるんじゃないかなっていう予測はするよね。5月の、5月の9日？弟の誕生日や。失礼。5月の9日なんや。まあ、そんなどうでもいい話はいいとして、まあ、5月の9日に、まあ、制限改定が、まあ、あるということで、まあ、ちょっと楽しみはね、しかも2時に開ける、分解画か。まあ、またね、なう、まあ、情報が来ると思うんですけども、まあ、今回禁止カードがなかったんですけども、ちょっと声がね、ガラガラになってきたわ。やばい。
ということで、まあ、このことに関してね、ずっと話してたらもう、日が暮れてしまうので、まあ、サクサクっとね、まあ、それぞれのカードに思いを、まあ、語ったんですけども、まあ、最後にその総括とするとするならば、まあ、ドライトロンは、まあ、かなり弱体化される。で、エルドリッチは全く影響を受けない。そして、まあ、DD ダイナマイトのボットは、まあ、完全に死滅する可能性がある。で、まあ、プランキッズもかなり弱体化する。で、現役師団はな、正直そこまで弱体化。現役師団とトライブリゲード、まあ、電脳会。これ、まあ、純制限になってるけど、そこまで弱体化はしないかなっていう感じはするよね。まあ、とりあえず、ドライトロンが完全なる、まあ、大打撃を受けたっていう印象が、個人的にあるかなっていう感じやね。まあ、とにかく、まあ、環境を開けてみないとわからないので、まあ、ここでまあ、ガヤガヤ言ってもしょうがないと思うので、ということで、まあ、この動画ね、まあ、最後の見た方で、まあ、感想あればね、一人一回ね、コメントしてもらえると嬉しいなと思います。まあ、今回のナーフが、まあ、妥当だったのか、まあ、他にね、修正すべきからロンゴミアントとかね、あと VFD とか、まあ、この辺の UR カードがナーフされてない理由は、皆さんの、想像にお任せします。まあ、それはもう私のさっき話していたことのね、ふん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 っていう多分、4文字、が、答えだと思うんですけど、UR カードが規制を受けてないのは、まあその4文字がね、答えだと思うんですけども、まあ想像にお任せしますということで、まあ VFD が禁止なのは意味わかんないですね。はい。ということで、まあ何かしらコメントがありましたらね、どんどんコメントいただけると、嬉しいなと思います。それではね、最後まで、まあちょっとずっとマシンガントークしちゃって疲れちゃった人もいると思うんですけども、ご視聴ありがとうございました。ということでね、また次の、動画でお会いしましょう。失礼いたします。